博士こんばんは。はい、こんばんは、なえちゃん。それでは早速本日のゲストをご紹介したいと思います。なんと本日は豪華に2名の方をお招きしております。それではご紹介します。まず1人目は、NPO 法人日本高カレー食普及協会の理事長、そしてレストランシェ松尾のオーナーシェフ松尾幸三さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして続いて東京ミッドタウン特別診察室長、渡辺宮子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、松尾シェフと渡辺先生ということで、はい、まあ、組み合わせがあるようなないようなですね、はい、一体どういうつながりなのか。前回の番組で明かせなかったシェフが松尾シェフということで、そうそう、はい、前ね、はい、アンチエイジング弁当を作ろうという企画でね、一回渡辺先生に来てもらって、はい、どうしようかっていう話をしてて、はい、その時はまだ内諾が得られてませんでしたので、はい、お名前明かせませんでしたが、はい、こうやってお弁当を作っていただいてご一緒することができました。はい、今日ね、大阪で、第14回高カレー学会というね、僕は会長でやらせてもらってるんですけども、はい、そこに体にアンチエイジングのお弁当を出そうということで、はい、ミシュランで大変有名な松尾さんシェフと、それから大変そういうアンチエイジングが詳しい渡辺先生とにちょっとコラボしてもらって、はい、ね、作ってもらったんですよ。ちょっと興味津々ですね、アンチエイジング。これがね、作るまでにね、はい、もうお腹いっぱいになるが試食したっていう噂が流れてて、何度も繰り返しました。本当に、ちょっといろいろとお伺いしたいです ね、はい、まずはコンセプトね、結構読売新聞にも出たりして、はい、今ちょっとマスコミでも少し取り上げられてきたんですけど、はい、まず渡辺先生の方からね、はい、コンセプトのご説明をいただこうかなと。そうですね、ダイエットですとか、それから糖尿病ですとか、いろんな目的で食習慣指導というのは大切なんですけれども、はい、とかくですね、我慢を強いられるですとか、はい、敷居が高いイメージがあって、挫折の原因にもなっていますので、はい、美味しく食べてかつ健康で、というお弁当を、イメージしています、はい、具体的には食物繊維を多く取らせて低糖質で、それからいい脂質を取って、はい、アンチエイジングな抗酸化物質を盛り込むという内容です。これがね、3日間連続で、はい、テーマを変えて出すというので、どう違うんですか、1日目。初日目が、はい、抗酸化をテーマにしていて、はい、2日目が美味しく減塩、ただ塩を減らすんじゃなくって、うま、ん、みを使ってですね、はい、だしとかスパイスを使って、はい、さりげなく減塩と。で、最後が食物繊維、食物繊維は、はい、今まではいらない成分じゃないかって言われてたんですけれども、最近は血糖値の急激な上昇を抑制するですとか、はい、コレステロールの吸収を抑制するという、うん、それから大腸がんの予防になるんじゃないかとか、はい、いろんな効果が言われていますので、はい、そういった食物繊維を手軽に取れるコツを伝授するお弁当になっています。美味しそうですよ。美味しそうだけど、ね、はい、海外ね、アンチエイジング弁当がね、美味しくないのよ、今まではね。そうですよね、ヘルシーすぎるイメージがあるんですけど、ちょっとここに写真があるので、ね、はい、YouTube で紹介させてもらう、はい、これがね、初日のお弁当で、それから2日目のお弁当で、はい、でこれが、抗酸化の巻、そうですね、で2日目が、うん、美味しく減塩、はい、そして3日目が食物繊維というので、はい、この番組のおなじみのジンタのカレーがなぜか横についてるという、そうですね、今まで美味しくないんじゃないかと思われていたアンチエイジングのその課題を今回は松尾シェフに登場していただくことによって、はい、もう皆さんが納得せざるを得ない。そうです ね、 ね、松尾さんどうでした？でもなんかとんでもないっちゃとんでもないな気もしますけど。そうでしたね。最初やっぱりそのお話をいただいた時は、やっぱり僕はものを作るっていうのはとても、もちろん好きなんですけれども、まあ渡辺先生とね、女性ってすごく細かいじゃないですか、はい、でもそういった指導を受けながら楽しく楽しく私はこのお弁当作りに参加させていただきました。はい、はい、男性目線と女性目線ってやっぱり違う、違いますね、はい、違ったんですか？でも一緒に歩んでた感じがしたんですけど、私は意外とね、こう妥協しちゃうところがあるんですけど、70% ですね、10人の人が、そうですね、まあ、100人にしましょうか、100人の人が食べて70人80人が美味しいと言われるようなお弁当だったら、これは僕は最完璧だと思うんですね、うん、だって100人中100人全部美味しく召し上がるものなんて考えられませんから、うん、ですから今回はですね、
まあ、ほとんど 70% から 80% の方には納得して召し上がっていただけるような完成度の高いお弁当ができたんじゃないかと私は思ってますね。はい、何が一番大変でした今回？特にね、大変なことはないんですけど、大阪と東京っていうその距離感がありましたので、その辺のですね、細かいこの情報のやり取りがあんまりできなかったということが、ちょっといろんなハンディキャップになったですかね。まあ、それももちろんそうですし、やはり大量生産ですとか、あとお弁当にするとそう、ね、毎日1000食を、ね、提供するそうなんです、ね、だから、できることが限られるですとか、あと衛生面ですね、はい、確か30度の環境で10時間でしたかしら、はい、菌が繁殖しないような、状態を作るという、そんなチェックが弁当あるんだって知らなかった。そうなんですよ。そうするとこう生の感じでお届けしたい、はい、松尾シェフにオリジナルを作っていただいたんですけれども、もう鮭なんてふわふわに、やっぱり低温でじっくり仕上げるので、ふわふわなのが、それではダメ、危ないと、しっかり加熱しなければいけないですとか。お弁当ならではの難しさですよね。そうなんです。だからほら、食べ物ってね、渡辺先生もおっしゃってましたけども、ちょっとした切り方とか盛り付けの仕方によって結構変わってくるものなんですよね。ですから、そういうところでですね、こういったライン生産をしてますので、はい、例えば15アイテムのおかずがあったとすると、1人1アイテムらしいんですよ、はい、これで大体限られた時間が5秒とか3秒の間に、1人アイテムをこうつけていくというような形なんで、これはまあね、まず安全第一に考えてしまいますので、それしかがないのかなと思いますけれども。確かにね、一回、ね、食中毒をしちゃうとねそういうところにですね、大騒ぎですよね。そうですね、まあ、安全が第一というのはもちろんなんですけれども、でも冷めても美味しいものを提供するっていう。そうなんですよね。で、今回電子レンジを使わないんですよね、温めないということを前提で考えた場合に、冷めても美味しいという今おっしゃった、確かにその重要なところなんですけれども、それを念頭に置いてメニューを考えて、はい、きましたね、はい、もっとですね、はい、こんなものを出したいものもあったんでしょう。僕の考えた抗酸化スープね、あれも却下されてしまったんですよ。美味しそうでしたよ。もう抗酸化も丸々のようなスープだったんです、はい、うん、ちなみにどういうスープなんですか？これはですね、要するにその乳酸菌がものすごくこうの多い、なんて言うでしょう、ガスパチョのようなソース、スープなんですね。ガスパチョのようなスープに、そこにエクストラバージンオイル、はい、アマニ油でしたっけ、はい、そういうのをですね、聞いてるだけで美味しそうでしょ。そう色もですね、でも許可がおりません、絨毯にこぼしたら大変と言われました。そうなんですよね、お弁当ってね、その机の上に置いて食べるとも限らないじゃない。そうですね、ね、はい、膝の上で食べたいとかですね、パシャッというのはやっぱりね、ジンタンさんのカレーも良かったんですよね、はい、良かったですよね、はい、とてもやっぱ冷たいカレーで、やっぱり植物性の脂肪で作っていますから、とてもこう、保存量なんかも入っていなくて、そうそう、すごく出しやすい、食べやすいし、この食べた時に唇にベトつかないとかという利点もあって、大変僕はカレーもとってもちょっと目から鱗って感じでしたね。よかったですね。レトルトってなんか嫌なイメージがありましたけど、そうそうそう、すごく一新するような、ま、ほら冷たいカレーってあんまり考えないじゃないですか、ね、確かにね、よかったですね。もうちょうどね、ジンタンのカレーを褒めてると熊村社長が戻ってきて熊村さん、ジンタンのカレー大変美味しいそうですよ。とても評判でしたかつね、和漢植物が入ってるなんて、はい、企業努力が伺える、食材じゃないでしょう、ね、僕もまあ、ああいった商品を見るとき必ず裏の食品表示を見るんですよ、そうすると僕も専門じゃないんですけども、やはり違いますねって感じましたね。でもやっぱり僕はお弁当にセンサーですかね、サプリメントとか、加えるっていうのもこれからの弁当としてはどうなんでしょうね。面白いかもしれないですね。今度機能性表示がね、来年から農作物もいけるようになるんで、むしろサプリメント代わりになるような野菜を入れてるとかね、特別にこう豊富なやつを入れていくのがいいと思いますよね、はいはい、そうですね。ちなみにアンチエイジングにいいおすすめの食材とかってありますか？まあ、ほとんど、それはね、食べ物は全てアンチエイジングの食事になるんですけど、今日僕のお話しするテーマで調理法っていうのがね、とても重要なんですね。あ、調理法、それで油を使わないということですか？いや、味も使うんですけれども、やはりその調理法によっては食材を台無しにしてしまったりとするケースがあるので、
ね、今ここでお話しすると後でお話がまた同じ話お楽しみだだからだけどお弁当にサプリメントってどうですか。僕はすごくねいいアイデアだと思うんですよ。でどうしてもあの一般のお弁当ってほらビタミンが結構少ないじゃないですか。今野菜自体ビタミンが少ないと思う。野菜自体もすごい私意外です。先生がそのサプリメントっておっしゃるのが何ですか。やっぱりできれば食べ物でそれはそうなんですか。それをやっぱり補助していく、あの食べ物としてね。そうですね、あの自分にとって何が足りないかを知って それを取るという意味ではとても大事です。何でもかんでもねコンビニ行ってる、はい、あのサプリメントを食べればいいって問題じゃなくて、そうですね、このお弁当にはこのね、成分が欠乏しているんで、うん、これそうですね、補うという意味では面白いかもしれません、うん、なるほど。でも最初、一番最初に出来上がったやつをね、試食した時にもう大ショック、ひどかったですよ、本当に最初は泣きそうですよ、ね、って叫びかけました。美味しくなくて焼きたくなります、はい、だってそもそもフレッシュなものをが美味しくいただくようなメニューでしたので、はい、加工で、うん、もう本当に惨憺たるものでしたでも本当に何度も繰り返して、はい、あのここまで仕上がりましたので本当に勉強になりましたし、はい、あの多くの方にご協力をいただいて、はい、あの多分多くの方が泣きながらくださったんだと思います。いやあのだいぶね渡辺先生泣かされたという声私も泣いたんですでもいろんな何回も試食をして太っちゃったりとかしませんでした。それはねやっぱり食べてるものが基本いいので、はいはい、それはなかったと思います。もうでもね、毎回3食ぐらいこう横イベントそうですね森下先生はやはりそれをご不安に思われたらしく、はい、アンチエイジングとは別に、はい、あのスマートパワー弁当というお弁当をご用意されましてカロリーガッツも、はい、私はこっそりその中で揚げ物を抜いたりとかあの指示しておりましたけれども、はい、ただすごいお弁当 のおかずの種類でしたね。スマートパワー数はね、あの品数は増やそうと、はい、うんね、ただねこれやっぱり大量生産というのと、うん、それからやっぱりあとコストですよね、うん、もう今回はまあ企画もので作りましたけど、やっぱりねアンチエイジングを普及するという観点で言えばね、手軽にやっぱり食べてはいけないんですけど、うん、結構やっぱりお値段がね今のも高いですもんね。そうですね、そうかもしれないですね。本当はやっぱりいいものにしてその分ちょっと少なめだからそれもさらにアンチエイジングってなるといいんですけれども、でも結局お腹減って夜中ラーメンジェミ出したそれはそうですよねですからどうやってかさを増やすかとか、こう満足感が得られるか、まあ視覚で訴えるですとか大切かもしれないですね。松尾さん普段ね、この間の食べさせていただいたいつもながら美味しいなと思ってるんだけど、そのお店ではさすがにやっぱりアンチエイジングとかっていうのはなかなかできないんですか。うん、でも僕普通あのレストランっていうのはまあ基本的には僕はあのその生の食材からあの料理を作りますから、うん、まあもうすでにアンチエイジングじゃないかなと思うんですね、うん、そういう意味で観点から見ますと、ですよね。そうですね、先生のお料理はすごくヘルシーですよね、うん、だからやはり食べ物って生の食材から作るっていうのが一番やっぱり体の健康に働いてくれるんじゃないかなと私は思うんですよ ね、なんか使ってみたい食材とかあります、これからアンチエイジングで、うんうん、割とまあなんていうかね、お人参とかね、いつも出てくるのがトマトとか、うん、まあそれからまあ紫、まあ、ちょっと簡単な紫芋とかね、うん、紫芋とかだと味が限られちゃいますよね、濃すぎて、なんかこうね、オクラとかよく出ますけど、私が使ってみたいのは菊芋ですね、うん、あの血糖値の上昇を抑制するようなんですけど、ちょっと苦いんですよね、苦みがあるんですけれど、それをどうやって食べやすくするかですとか、あと宇宙食にも採用されているキヌアなんかは今食べた方が体にいいお菓子に使っています。こうパフにすると非常に食べやすいんですね、サクサクして、あのもっともっとあの探していくべき食材はあると思います。あとカテキンなんかもまだお料理とかお菓子としては使われてないですから、そういったものもテーマじゃないかと思います。もっとお聞きしたいんですけど、時間が来ちゃいまして、ね、この続きは次回、はい、2回で、はい、もう本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。